今日は伊藤戦多いみたいですね。そうですね、はい、オランダの高くの登場は片逆蛇固めはリング中央、徐々にスタートロープにじり寄っていく高子、ちょっとこの辺はまあ若干体格小さい伊藤カールですからね。うわ、えげつない攻撃、これもフットスタンプで、ね、なんと腰の上で足踏みをしてしまうというね、えげつなさという意味ではこの伊藤カール、えげつないですよ、井上貴子に全く引き手を取っていないというのが、でポイントを離してないんですよ一回もね、膝、決めたところで、あと腰ね、はい、でブレイクしたのに、まあ、ブレイクしてないと一緒じゃないですか、あれじゃあ、さあちょっと苦しくなってきた井上貴子、5分経過、膝を気遣うような素振りを見せたんですけれども、大丈夫か、あともうほとんど、これなんか膝じゃないですか、もうねすごいですね、効いてますね、地方状態に固めていこうという、ご覧のように両腕がっちりと膝のあたりをフックしているこの肩逆エビ固め、なんとかロープに逃れたい井上貴子、もうちょっとだ、ご覧の表情は、サードロープあと少し、あ、やっと離しましたね、でもやっぱりスタンピングで一発入れて、スカートだ、テイクドロップキックですよ、どうやら膝を徹底的に攻めてスライディングキック、場外だ、おっと、さあ、あっとかなりこれ効いてますね、井上貴子の膝、爆弾になります、あの椅子攻撃、あ、椅子ね、埋めてしまうという得意の、あ、なんと椅子をいくつ投げるか数えているというね、どう、あー来ました来ました、どうやらこの椅子攻撃の伊藤カールの定番代名詞という風に、ね、なってるんでしょう、あ、それを踏めるという、でもいいですよ、今の椅子の山に埋もれてしまった井上貴子、ふてぶてしですね、伊藤、あんまりアピールしないんですよね、うん、あ、これはちょっとポーカーフェイスの割にはやることが言えない、ポーカーフェイスでしょ、はい、普通あんだけやってなんかリングで上がってきたら大音が言う人いるでしょ、ね、この人はなんとなくあんまり表情変えない、ね、ね、いやー、貴子のプライドが今ズタズタに傷ついた瞬間だったのかもしれません、あの椅子攻撃ってやっぱ精神的ダメージというか屈辱感ってのはないでしょうね、あれね、そうですね、椅子に埋まってしまうという、そこに乗られちゃったらもう収まっちゃいますね、でも貴子さんは貴子さんの方考えてるんじゃないですか、ちょっと復讐が怖いぞって感じの顔してましたけど、あ、回転に行きそうだったんだけど、そうだったんですけどね、これはよく、潰しちゃったですね、あ、おっ、この辺りから井上貴子が活路を見出した、得意のスポーツ、得意の首切りポーズから顔面へのキックキック後頭部へ、いかったいかった井上貴子、さあ闘争心のその導火線に火がついた、そんな感じであります、これで両者ともねプッツン切れると面白いんですけどね、この試合も、そうですね、お互いも顔面に顔面蹴り合いとかね、殴り合い状態というのもねひょっとしたらあるのかもしれません、さあこの辺も最近膝を、そうなんです、ああ、膝にかく、いきますねいきますね、なんともうわ、これも屈辱的なダメージを受けるカウント、どうか、そうですね、さあとちょっと今髪の毛を持ってみました、はい、ブロッキー気味であります、おっとチョーク気味に首を狙っていった、あっと同時目の同時目の、フェイスロック気味にね入ってますけれども、
ご覧のような顎をがっちりと決める井上貴子、足はしっかりとフックしてご覧の体勢になっています。チンロックって感じですね。そうですね。うまく体を返してカウント、ホールに持っていくことをね、あーっと張りで一発、さあ伊藤も掘ったか、しかしこれはうまく返して、オーロラスペシャルか、投げ捨てましたよ。うわっ、このように張り手、耳を押さえている伊藤ですけれども、あ、これはうまくヒップアタックで返した。あっと、フットスタンプ、殺人フルコースか、得意のフットスタンプを何発やるのか、最後フット最近の伊藤ウエイトが増えまして、ちょっと渡辺と自分近くなっちゃう。うわすごい、結構来てますね。そうですよ、これは戦闘の殺人技ですよね。試合時間10分経過、見てそのものですからね。まあ、防ぎようがない、戦闘とかこのフットスタンプを得意技にするこの伊藤がウェイトアップをしているというのは、これはもう大変なことですけれども、あ、うまく対応返したか、変えましたね、やっぱりこういう今日みたいな試合内容になると、今みたいな体を入れ替えてね、フライングボディアタックみたいなのが割と軽い技に見えちゃうんですね。あ、うん、おおおおお、これはいい、後頭部ヒップアタック、まあ、いろいろバリエーションを変えてきます、ね、はい、もう今タバコどうしたというね、お客さんの罵声が来ましたけれども、ちょっとなんていう